皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は2021年を振り返るという話をしたいと思っています。2021年が終わろうとしていますけれども、今年のね、12ヶ月間をざっくり振り返るというのとともにですね、今年立てた目標が達成できたかということをですね、まあ振り返っていきたいなというふうに思っています。まず目標から見直したいんですけども、僕はですね、ここ数年1年の目標と題してですね、習慣作りの目標を掲げています。なんか売上何円みたいな、体重何キロみたいな、そういう達成型の目標、なんていうかな、数値を超えるみたいな、達成する目標というよりは、そういう習慣が作れたかなみたいな、習慣作りの目標を掲げるようにしています。で、今年、2021年の目標として5つのですね、習慣作りの目標を掲げました。1つ365連勤、1つ読書メモを書く、1つストレッチをする、1つ8時に起床する、1つ接待以外禁酒、という5つの、習慣作りの目標でしたね。で、365連勤とか言ってたのは、まあ2020年ですね、昨年がそのコロナで本当仕事とかが大打撃を受けてですね、結構ね、動けない時期とかがあったんですよ。で、動けない時期もあったし、その、まあ、ビジネスモデルとかも変えていこうとか、まあ、事業転換していこうとかって結構ね、大きな変化があったんですね、去年の間に。で、それが去年の暮れぐらいに意思決定がなされて、まあ、じゃあ2021年はこんな感じで動いていこうみたいな時だったから、なんていうのかな、2020年動けなかった分もそうだし、結構大きな変革期っていうことで、まあ、休んでる場合じゃねえやってことで365連勤しようみたいな意気込みを話したんですけど、これは達成できませんでしたね。5月ぐらいにもうメンタルがおかしくなりそうになって中止しました。これはなんか休まない、丸1日休まないっていうことにチャレンジしたっていう感じなんですよね。なんか長時間労働をするとかではなくて、1日例えば2時間とかでもいいから、その休みの日というか、毎日働けば、その働くっていうのがデフォルトになって、こうオンとオフというか、なんていうかな、働こうみたいなスイッチ入れなくてもいいんじゃないかなみたいな、そういう仮説でやってみたんですけど、そのオンとオフ切り替えた方がまだマシですね。オンにするのは確かに大変なんだけども、そのオフがないことで慢性的にこうストレスがこうね、蓄積されていくと、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。まあなかなかやみましたね。ギブアップしました。で、二つ目、読書メモを書く。これもですね、まあ書いたっちゃ書いたんですけど、習慣作りの目標なんで、習慣としてこうできたかっていうと×かなっていう感じですね。というのも、読書メモをどう書いていいのかがわからないっていう、未だにわからないんですね。まあ、本の抜き書きをしたりとか、要約をしたりね、感想を書いてみたりとかって、そういうやり方もあれば、こうマインドマップみたいなの書いてみたりとかっていうね、やり方もあると思うし、てかこういうやり方が正解ですよとかないと思うんで、まあ、いろんなやり方を試してるんだけども、ちょっとまだピンときてないなって感じですかね。もともとは本を読んで、あの本読んだけど、あの本に何書かれてあったか何一つ覚えてないやってことがあまりにも多かったので、まあ、ちょっとぐらいこう残せたらなっていうので書こうと、読書メモ書こうっていうふうに言ってたんですけども、そのじゃあなんで覚えていないといけないのか、じゃあなんで全部忘れちゃダメなのかっていう、要は何のために読書メモを残すのかっていうところの目的設定はまだ曖昧だなと思っていて、だからこそ、じゃあどういう形態で残すべきかみたいなところが定まらないんだろうなと思ったので、まあなんていうのかな、来年の目標には入れませんけども、まあ引き続き読書メモは書いていこうと思うし、まあ何のために読書メモを残すのかっていうことをもう少しですね、目的をね、こう具体化していきたいなというふうに思ってますね。3つ目、ストレッチをする。で、これはなんかもともと体がバキバキだよって
一昨年に言われてですね、あと友人から言われて、あそっかと、じゃあちょっとこれストレッチしなきゃなぐらいの感じで目標立てたんですけども、全く忘れてましたね、全くストレッチしてないので、これはもう×ですねてか全部×ですね今のところね。で次8時起床、これは別に8時じゃなくてもいいんだけども、起床時間固定するとこうリズムができてこういいよみたいな話ってあると思うんですけど、まあそれで8時起床っていう形で決めたんですが、もうバラッバラでしたね。全然固定できなかったです。ダメでした。はい。で5つ目、接待以外禁酒ということで、これはですね、これも全然ダメダメだったんですけど、11月からですね、なんと禁酒を始めて、それがうまくいったんですよ。で最後12月の後半に忘年会でですね、何回かお酒を飲んだんですが、接待で飲む分には構わないと。だから禁酒の習慣が11月から奇跡的についてですね、12月にその接待飲み飲んで、またそこから別に飲み始めるわけでもなく、禁酒習慣が、禁酒習慣というか、普段飲まないっていう習慣ができたってことで、なぜかわからないけど、この禁酒っていう僕がラスボスと呼んでいた最も苦しかった目標だけが達成されて、他の習慣作りの目標は全て失敗したというような結果に終わりました。目標達成という意味で言うとですね、グダグダな1年だったと思うんですけども、最も難しいと思っていた、習慣作りができたので、まあ、個人的には満足しています。でここからはですね、こう時系列でこの1年を振り、まあ、僕のねこの1年を振り返っていきたいなと思うんですけども、まず1月はもうクラブハウス一色でしたね。クラブハウスがこう流行って、もう本当睡眠時間を削って、もうなんだろうね、朝5時とか6時とかまで普通にやってましたね。でちょっと 2,3 時間寝て働くみたいな、マジよくわかんない生活をしてましたね。で2月から徐々にクラブハウスもね、なんだろうな、熱が冷めて落ち着いてきて、生活が元に戻ってきてっていうのもあったんですけども、2月はですね、今度僕は秘密結社サブっていうね、サウナアートブックを通じてですね、自己を再定義するということをですね、目的に活動する秘密結社の活動を開始した、仮面をつけて読書会をするとか、そういうことをですね、2月からスタートしました。でクラブハウスも相変わらずオールナイトでやるほどではなかったけども、ちょっと続けていたし、そうやって秘密結社の活動も始めてとか、このサイコパスのラジオも毎日更新してたし、エッセンも毎日更新してたしみたいな感じで、ちょっとなんかね、こうキャパオーバーになっちゃって、3月ぐらいから一気にこの活動のバランスを崩しましたね。だから 3,4,5 にかけて結構今年のなんだろう、暗黒時代じゃないですけども、バランスが崩れました。エッセイの更新が毎日じゃなくなったりとか、サイコパスのラジオがちょっと滞ったりとかして、結構ぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃったと。でしかも365連勤をしててメンタルも病んできてるっていう感じで、なかなかしんどい時期だったかもしれないですね、振り返ってみると。で5月にはですね、まあ本当に病んでたんでしょうね。公園でね、ピクニックワークと題してブルーシートを敷いてですね、ブルーシートの上で、PC を広げて仕事をするみたいな。もうね、変な働き方してましたね、5月とかね。で、その解放感の中、悟りましたね。365連勤やめようとかね。あと、ポッドキャスト毎日更新やめようとかね。手放すということを決意したのが5月でした。で6月からはサイコパスのラジオシーズン2と題してですね、更新を毎日更新から週1回の更新に切り替えました。このサイコパスのラジオ週1回に切り替えてみて思ったのは、週1回はちょっと少ないなって感じしましたね。あと15分は話してて長いなって感じますね。よほどこれ話したいなっていうことがない限り、なんていうのかな、15分は話せないなと思ったので、今後ちょっとね短くしていこうかなと思ってますね。あとこの辺りからその本を読むみたいなところ、読み方みたいなところが変わってきて、今の自分の実力というか認識できる力または知識量とかでサクサク読める本をたくさん読むっていうスタンスだったんですけども、これぐらいからですね、今年の6月ぐらいからは全然読めないけどっていう本をじっくり時間をかけて読むっていう、
そういう本の読み方選び方に変わってきたなと思っていて、そこからはですね、年間何冊だ、25冊かな、年間25冊という考え方ね、月2冊しか読まないけどもじっくり読むよっていう、方針に考え方を変えました。で、夏以降はですね、結構その活動ペースを落としたことによりですね、考える余裕ができたと。で、いろいろ考えてた結果、そうだ、年度版を作ろうというふうに思い立ちました。で、これはですね、また、別のところでももう1回か2回ぐらい話しますけども、とにかく年度版を作ろうと思いました。で、8、9と試しに作ってみて、そして10、11、12とですね、実際に作品として年度版を作ったという感じです。で、10月ぐらいまでゆっくりしてたんですけど、ちょっと印象的だった出来事が9月の後半にあって、それがですね、いいかねパレットっていうこう施設でですね、古典ラジオのリスナーのコミュニティの皆さんにお会いしたと。で、オンラインでは結構顔を合わせていたんですけども、実際にこう対面でお会いした時にですね、なんかすごい距離感が近くて、あ、オンラインでこんなにコミュニケーション取ってるとリアルであっても気を使わずにね、気負わずに話せるんだなとか、まあ、このポッドキャストで自己開示を散々しているから、なんていうのかな、こう最初から自分をさらけ出せるなとかっていう発見がありましたね。なので、こう自己開示をね、あらかじめしておくっていうことがいかに人間関係を始める上でですね、あの気楽かっていうことを感じた出来事でした。で、徐々にね、まあ、ペースを取り戻してきて、11月からはですね、それこそ禁酒にチャレンジをしてみたりとか、幼馴染とですね、21世紀の食いしん坊というグルメ番組を開始してみたりとか、そんな感じで、また、なんだっけ、エッセイ毎日書かなくなった、ポッドキャスト毎日配信しなくなった隙間に、いろんな活動を組み込んで、また活動の、なんていうのかな、こう、ポートフォリオを組み直してきたみたいな感じですかね。で、12月はまあ12月って感じですね。もう慌ただしく過ぎていって、で、忘年会とかでいろんな人に会って、親知らず抜いて歯が痛いみたいな感じですかね。まあ、12月一番印象的だったのは、まあ、親知らずもそうだけども、牛を忘れるのラジオっていうポッドキャストをやられているですね、 あと古典ラジオに出演されているムロさんに直接お会いできたことが嬉しかったですね。そもそもは今年の頭のクラブハウスがバリバリ流行ってた時に結構お話ししてたっていうのが最初だったんですけども、それからポッドキャストで一緒に出演する機会をいただいたりとか、のラジオに呼んでいただいたりとかっていう感じで、あの深いお話をさせていただく関係に僕はね、なったと思っていますし、それがまた不思議なことにですね、一度も会ったことがないまま、そういう思想レベルの会話ができる、なんていうかな、本当数少ない、まあ思想レベルの会話ができる人っていうのは少ないんだけどもいるんですけど、中でも僕が言ってることの意味をですね、とても理解してくれる方だなと思って、僕は話しててとても気持ちいいと、そういうあの特別な存在でして、そういう方にね、お会いできた、直接お会いできたっていうのはね、とても嬉しかったなというふうに思っています。という感じでですね、2021年を一言でというか、まあ簡単に言うと、すごく活動のバランスを崩して、立て直して、まあ、新しいバランスを構築していく途上にあったみたいな、そういう一年だった気がしますね。だからバランスを崩したこと自体が悪かったかって言われると、なんていうのかな、同じことずっとやっててもしょうがないって言えばしょうがないので、そうやってバランスを崩すっていうのは、ある種次のバランスを作っていくための必要なアンバランスだったのかなというふうに、すごいポジティブに解釈しておりまして、まあエッセイを毎日書かなくなったこととか、ポッドキャストね、サイコパスのラジオ毎日やらなくなったことがダメだったんじゃなくて、そこからね、また立て直して新しいバランスを作っているということをはとても良かったんじゃないかなというふうに思っています。あとはね、お酒ですね、お酒にずっと悩まされていたので、ある種乗り越えたっていうのは、思考がねクリアに働くっていうのは、この後の人生の財産になるかなと思ってますので、それもすごい良かったなと思ってます。一個だけお知らせがありまして、
サイコパスのラジオシーズン2、2021年6月の頭からやってきましたけども、半年やってみてですね、さっきも言いましたように週1だとちょっと寂しいなっていうのと、15分喋るっていうのは結構しんどいなと思ったので、もう年明け早々ですね、まあというかシーズン2を今回でおしまいにして、年明け早々ですね、サイコパスのラジオサイコパスのラジオシーズン3と題しまして、ちょっと配信のペースを変えていこうかなと思っています。毎週木曜土曜の2回の配信にして、1回あたりの配信を10分ぐらい前後みたいな感じでですね、ちょっとコンパクトになるんだけども配信回数を増やすというような感じで活動できたらいいかなというふうに、今のところ考えています。でその他の活動についてはまた、年明けの配信で詳しく説明できたらと思っています。というわけで、2021年ですね、サイコパスのラジオ、お聞きくださった皆さん、もしくは聞いてないけれども僕と関わってくださった皆さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。2022年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで良いお年をお迎えください。またお会いしましょう。さよなら。